こんにちは、武田クリーニングです。パタゴニアってこれさ、ちょっと今気づいたんだけど、こんななの？ P のところにもミッシュ目が入ってんだよね。 P のこの縦のところにミッシュ目入ってるんですけど、こんな余裕ないのかな。パタゴニアのフリースです。近年ものじゃないのかな、ちょっと私詳しくわかんないんですけど、肩から背中から腕からお腹から全体的に黄ばんでます。この黄ばみを取るのが今回の私の仕事です。ほら、こんな風にわかるかな、動画で。相当黄ばんでますよ。相当匂いするんですもん。タバコの匂いがします。全体が黄ばみで覆われてる感じで、そしてその覆われてる中でも特にその黄ばんでるところに色の段差ができております。こう分かります？そのこういう風に色の段差がついちゃってるのがこうですね。こうこんな風に分かるかな。黄ばみ映るといいな。リブのところだけ、ネイビーの別布が貼ってありますね。お洗濯表示なんだろう、見えるかな。ポリエステル 100% って書いてあります。で、リブの部分がナイロンですね。ナイロン 100%。はい、100% ポリエステル。で、リムが 100% ナイロンって書いてあります。リブですね。そうだね。はい、それじゃあ、今回はこの、だいぶ使用感のあるね、古着感満載のパタゴニアなんですけど、今ねこの状態で、こう残ってるのがもしかしたらレアなアイテムなんじゃないかなというふうに思いますし、お客様はもちろんねまた来たいというふうに思ってご依頼してくださっておりますので、綺麗なグレーに戻るように、やってみたいと思います。パタゴニアすごい人気ありますからね。綺麗になったらね、欲しい人たくさんいると思いますよ。パタゴニア、まああったかさで言えばね、近年ものの新しいフリースの方が俺はあったかいんじゃないかなと思うんだけど、でもいやいやそういう問題じゃないと。ファッション性で言えば、あとは配色とかね、サイジングとかね、そういったことで言えば、これに変わるものというのはなかなか今売ってないかもしれないなと思いますので、綺麗にしたいと思います。はい、パタゴニアのフリースが仕上がりました。すごく綺麗になりましたね。すっきりしました。ワントーン明るくなったようなね、綺麗なライトグレーになったと思います。ずっと全体が黄ばんでいて、特にね、その肩から背中から袖山にかけてね、黄ばみがひどかったんですけども、そういった色の段差がですね、フラットになって綺麗になって、均一なグレーにすることができております。風合いも良くなりましたね。だいぶ使用感のある毛玉のたくさんついてしまったフリースなんですが、でも汚れさえ取れればね、黄ばみさえ取れればまだまだ着ていただけるんじゃないかなというふうに思います。雰囲気があっていいですよね。はい、ご利用ありがとうございます。それではまた次の染み抜きの動画でお会いしましょう。武田クリーニングでした。